高です。ピッチでーす。今回は、一平さん。はい、一平支店さんかな。支店さん、うん、わかんないけど、多いね、もうほんと昔からある。うなぎとんかつ、あと、おかみがある。あ、バンジー、バンジー。あ、でもなんか、あ、日替わり弁当とか。はい。結構ね、オムライスで800円だから、はい、そうだね。はい、はい、お願いします。じゃあね、中入ってきまして、メニューがね、こんな感じです、ね、定食の方と裏が、丼物、ライス物、自分が頼んだのが、唐揚げ定食、これ唐揚げ定食、山本ちゃんがオムレツ定食で、自分は、カツ丼。カツ丼ね。また来たでしょうか。日替わりは、あの、土日はやってないってことなんで、またメニュー来たらね、またお願いします。あ、それ僕。で、これはオムライス。はい、これ僕はオムライス。あ、それ僕。カツ丼です。カツ丼です。あ、これ僕。唐揚げ定食。ベリック。これ、あ、それ僕。はい。ベリック。あ、それ僕。でもね、値段も、あ、これ僕、値段もね、小学生か、あ、これ僕、はい、値段も830円で49歳から言ってました。あ、これ僕、はい、でこれが1000円で大盛りで、これ多分、あ、これ僕、はい、高さのはね、1080円、ご飯大盛りで、はい、あ、これ僕、カツ丼830円、はい、ですね。というわけで食べていきます。はい、お願いします。